ただいまから知事記者会見を行います。お願いいたします。はい、第5回の町議がありましたので、結果についてご報告をいたします。まず令和5年度の栃木県障害者優先調達推進方針の策定についてでございます。県では障害者就労施設等で働く障害者の自立を目指すという障害者優先調達推進法の趣旨を踏まえまして、令和5年度の県における調達目標額を4800万円以上とする県障害者優先調達推進方針を策定いたしました。本方針については今年度で11度目となります。昨年度の発注実績額は目標額の5100万円を超え6311万円でありました。主な要因としては一期一会とちぎ国体とちぎ大会の啓発品の購入や新型コロナウイルス感染症リーフレットの作成などが挙げられます。今後は県はもとよりすべての市町が一層優先調達を推進しまして、オール栃木体制で障害者の所得向上及び経済的な自立のさらなる促進に努めてまいりたいと思います。2点目は栃木職業人材カレッジの開設についてでございます。県内外の若者が栃木で優れた技術技能を身につけ、自らが望む仕事に就き活躍できるよう支援する栃木職業人材カレッジを7月14日に開設します。仮称としておりました名称を正式に栃木職業人材カレッジと決定し、愛称を栃木ジョブカレといたします。7月14日金曜日にはキックオフイベントとして開設記念講演会を栃木県総合文化センターで開催します。講師には自ら高い技術を持つとともに人材育成に熱心に取り組まれているビューティーアトリエグループ装備有限会社代表の郡司正恵氏をお招きいたします。合わせて人材育成情報を発信するウェブサイトの公開や栃木ジョブモールへの専門相談窓口の設置など各種取り組みを開始いたします。人づくりの分野においても選ばれる栃木を目指し、県内外の多くの若者に活用してもらえるよう取り組んでまいりたいと思います。3点目は新型コロナウイルス感染症の現在の感染動向についてでございます。直近の定点あたりの報告数等をお知らせいたします。5月22日から28日までの1週間の報告数は 3.26、 前週 3.07 の約 1.06 倍、前々週 2.64 の約 1.23 倍となっております。やや増加傾向を示しており、おおむね全国と同様の状況となっています。入院者数につきましては、同じ週の週あたり新規入院者数は31人、平均入院者数は 55.0 人、前週比較おおむね横ばい、あるいはやや増という状況でございます。引き続き感染動向の注視をしてまいりたいと思います。次に牛乳月間における乳製品の消費拡大のお願いについてでございます。6月は牛乳月間でありまして、先日酪農生産者団体であります栃木県酪農青年女性会議の皆様方から、新鮮でおいしい
栃木産の牛乳をいただきましたが、飼料や資材などの高騰によって酪農家の経営は極めて厳しい状況が続いていると伺ったところでございます。牛乳、乳製品の消費拡大が今特に必要な時期だというふうに捉えました。県ではホームページあるいは SNS 等で牛乳の消費を呼びかけてきたところでありますけれども、牛乳月間の6月はより多くの皆様方に改めて牛乳、乳製品についての美味しさあるいは魅力を味わっていただけるよう知ってもらえるよう、関係団体と連携し積極的に PR を実施してまいりたいと思います。県民の皆様方にはカルシウムやタンパク質、ビタミンなどが手軽に取れ健康に良い牛乳をいつもよりもう一杯多く飲んだり、ご家庭の料理に牛乳や乳製品を使用するなど消費の拡大にご協力をいただきますよう、酪農家の支援をいただきますようよろしくお願いをいたします。以上です。では皆様からのご質問をお受けいたします。まずはじめに幹事社毎日新聞さんからどうぞ。6月幹事社、6月幹事社の毎日新聞池田です。私から代表質問、1問ずつ計2問させていただきます。まずですね、1問目が、今月15日で栃木県誕生から150周年を迎えます。10日の県民の日にはイベントも企画されています。150年の節目を迎えるにあたっての知事の所感をお願いします。はい、150年の節目を迎えることにおかげさまでなりました。今週の土曜日6月10日に県庁におきまして記念イベントを開催します。市町や団体、企業等の関係者をはじめ多くの県民の皆様とともに県誕生150年という大きな節目をお祝いできることを大変嬉しく思っております。ぜひ多くの皆様に会場にお越しをいただきまして、栃木県の多彩な魅力を体感され、ふるさと栃木への誇りと愛着を一層深めていただきますとともに、新しい栃木づくりに向かう契機にもしてまいりたいと考えておりますので、お力をお貸し願いたいと思います。また市町企業等の協賛行事を含めて年間を通じて県内各地でさまざまなイベントを展開してまいりますので、身近な地域でも150年記念行事に参加してもらいたいと思います。多くの県民の皆様の記憶に残る一年にしてまいりたいと思います。代表質問もう一問させていただきます。今月24日から2日間日光市で G7 男女共同参画担当大臣会合が開かれます。県内では初となる G7 会議の開催になり、すでに関連イベント等も開かれています。会合での議論の充実はもちろんですが、県民の盛り上がりや観光の PR と、開催県としてですね、どのような会合となることを期待されてますでしょうか。お聞かせください。お願いします。はい。いよいよ大臣会合開催まで18日となりました。安全安心な会合となるよう、関係者の皆様と連携しながら警備をはじめ準備に万全を期しているところでございます。本県初となる政府主催の国際会議であり、会合成功に向けて開催地として積極的に役割を果たすことで、今後のさらなる誘致につながるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。会合当日には地元主催レセプションやエクスカーションを実施し、各国代表の皆様を心よりおもてなしをすることで、栃木の魅力を堪能いただきまして、大臣会合の開催を契機としたインバウンドをはじめとする
観光需要の拡大、さらには男女が共に輝く栃木の実現に向けた大きな弾みとなるよう努めてまいりたいと思います。以上です。それでは、各所の皆さんからどうぞ。はい、NHK 倉野さん。はい、NHK 倉野です。先週金曜日に、昨年令和4年の、合計特出生率が出生率が、ここで出てきました。本県は、1.24 と全国平均より、よくないというとあれが低い数値が出てきているということの、所感。あと、栃木県は、令和6年までに 1.59 という、目標値を設定しているかと思うんですけど、なかなか現実的には難しいかなというふうに考えていますが、これに対する、目標設定このままいくのかどうなのか、考えを聞かせていただければなと思います。はい、目標設定を諦めるということはいたしませんので、子育て支援策、今回の結果を踏まえまして今後あらゆる取り組みをできる限り行ってまいりたいというふうに思っております。待ったなしで先送りのできない課題であります。若者や女性の意識あるいはニーズを把握すると、一方的に我々がメニューを用意するのではなくて、果たしてそれがいいものかどうかということも含めてニーズ調査、意識調査ですね、さらに課題を整理しまして、結婚、妊娠、出産、子育ての各段階に応じた支援策の充実強化について、個々の取り組みではなく、トータルで支援ができる仕組みに変えていくべく、部局横断的に検討するよう指示をいたしたところです。ありがとうございます。他にありますでしょうか。はい、朝日石原さん。朝日新聞の石原です。どうもご説明ありがとうございました。ご説明いただいた新型コロナウイルスについてお伺いします。もう5類に移行となりまして、このような定点観測になって、週1回発表していただいている中なんですが、数字だけ見ますと若干増えているなと。ちょっと従前との比較は直接は難しいと思うんですが、この数字の微増および、依然としてクラスターが発生している中ですね、この状況というのはちょっとどのようにどのような状況なのかって見てらっしゃるか、ちょっとなかなか難しいところなんですけど、5類移行後、コロナがどうなっているのかってちょっとなかなか把握は難しい状況なので、死者の公表というのも公表対象じゃなくなりましたけど、その重篤な方々がどれぐらいいるかとかですね、その全体状況をどのように見ていらっしゃるか、ちょっと一言お伺いできればと思います。はい、先ほど申し上げましたように微増という状況で、注視をしていかなければならない、注目していかなければならない状況が続いているというふうに思っています。過日の関東地方知事会の中でも重症者数とか死亡者数、この動向を早くつかみ取る、キャッチする方法を、仕組みを考えていかないと対応に遅れが出るのではないかと、こういう懸念を申し上げ、国に対して要望すべきではないかと、こういった意見を申し上げました。今の仕組みでいきますと5ヶ月ぐらいかかって、死因別死者数というんですか、それの把握ができる、統計法上そういう仕組みになっていると、それを国は1ヶ月程度で死者数、重症者数を把握できる仕組みをなんとか考えたいという状況になっているという説明を受けています。しかしそれは各都道府県の保健所の協力がないとできない、すべての保健所が協力してくれるわけではないという状況にあると
聞いてますので、国において、重症者数、死者数の把握を速やかにつかめる仕組みを使って作っていくことが、私も大切なことだというふうに考えております。ありがとうございました。他にいかがでしょう。はい、栃木テレ、新井さん。栃木テレビの新井です。よろしくお願いします。同じコロナに関してなんですけれども、5類に移行してから間もなく1ヶ月ということになります。有事から平時への対応に変わってきたわけですけれども、知事がこの1ヶ月間感じている変化というものありましたら、お願いいたします。また医療機関の受け入れについてですけれども、幅広く受診入院を可能にするように進めていきたいということでして、外来を720から900程度というような数字目標もありましたけれども、1ヶ月、この1ヶ月の進捗状況分かりましたらお願いいたします。じゃあ進捗状況をお願いしますね。全体として、明るくなったかなと、人々の気持ちが明るくなったかなと、こういうふうに思います。さまざまな行事もコロナ前に近づきつつあるというふうに思ってますし、何より懇親会場のパーティションっていうんでしたっけ、あれが取れて話もスムーズに伝わるようになりましたし、コミュニケーションが取れるようになりましたので、そういう点で県民の皆さん一人一人が5類以降で明るくなったなというふうに思っています。しかしこれが9波に向かっていくのであれば本末転倒になりますので、医療関係、福祉関係ではマスクの着用が今も求められている団体がほとんどですけれども、マスクの着用、そして着脱ですね、これを一人一人が適切に行いながら、アルコール消毒や検温なども今もできるような状況に施設ごとになっておりますので、関心を持って生活をしていくということが重要だと、こういったことを訴えて県民の皆さんには訴えていきたいというふうに思います。では外来対応医療機関ですけれども、720だった医療機関については5月31日付で750医療機関になったところでございます。で、今ですね、実際に外来で対応いただいている医療機関の先生からですね、そのどういうふうな感染対策を取っているかというような内容で、今後ですね、医療機関向けの講習会なども研修会なども開催いたしまして、さらにこの期間が増えるように今計画を立ててやっているところでございます。ありがとうございました。他にいかがでしょう。はい、下野遠山さん。下野新聞の遠山です。先ほど発表のあった栃木職業人材カレッジの関係で、1点伺います。この、カレッジ7月14日にオープンするということで、ちょっとオープンにあたって、カレッジの期待であったり、もしくは目指す人材育成のあり方について知事のお考えを教えてください。はい、進学相談業務、まずは相談業務ですね。これについては進学を考えている高校生などの学生を中心にして、求職者や転職を考えている方々の相談に十分乗れるようにしていきたいと。さらにキャリアアップを行うにあたって、自分が何を目指すのかということが、この相談を経た上で、県内の各専門学校等で学べる機会、さまざまな業種について学べる機会を設けることになりますので、そこで、キャリアアップにつなげてもらいたい。
また、スタートしたばかり、スタートするしたばかりになりますので、内容の充実も考えていかなければなりませんので、栃木に行けばなりたい自分になれるという、キャッチコピーで、宣伝をしてきているわけですし、これからもしていくわけですので、やっぱり一流の知識、技術を学ぶことができるということが最も重要なことですので、学びたい人、あるいは学びたい人の希望ですね、それから学びたい技術、そして誰から学びたいのかと、職種も含めましてですね、そういったリクエストに応えられるようなジョブカレにしていかなければならないというふうに思っています。ただ単に県内の専門学校の授業科目を並べておくだけでは何の意味もなさないというふうに思いますので、相談者あるいは就職を希望する人たちの意見を十分取り入れながら内容の充実を図って速やかに図っていけるように取り組んでまいりたいと思います。栃木県で必要な技術が、それは広告宣伝技術であったり、あるいは料理の技術であったり、ものづくりの技術であったり、さまざまなものがあるかもしれませんけれども、会話なんていうのもあるかもしれません。そういったものにすべて答えられるような、そういう相談窓口がジョブカレだと。そしてそこから入っていって必要な技術を学べるようにするのが今回のこの職業人材育成カレッジでありますので、時間は少々かかるかもしれませんが、その最終目標に向かって日々進化を遂げていきたいというふうに思います。他にいかがでしょう。はい、下野柴田さん。失礼しました。田崎さん、はい、すみません。下野新聞田崎です。よろしくお願いします。先ほど質問にあった合計特殊出生率の関連でなんですが、栃木県は、茨城や群馬といった近県に比べて今回下落幅が大きかったのですが、その要因について知事何かこう分析していらっしゃるところだったり、お受け止めがあれば聞かせてください。なぜ両隣に比べて低いのかというのは、私も残念ながら答えを持っておりません。そこも含めて、子どもを産み育てやすい環境にしていくためのヒントがあるんじゃないかと、ついては我々が用意するメニューだけではなくて、実際に結婚したい人、子どもを設けたいと思っている人、あるいは家族で生活している人、さまざまな世代の方々から要望などを汲み取って、そして隙間があるとするならば、その隙間を埋めて、結果として合計特殊出生率が上がるような子育て支援トータルプランのようなものを作っていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。別件で今の話に答えられる人いますか。ありがとうございました。話題が変わりまして、県民の日の関連で伺いたいんですが、県民の日、近県では学校休校としている都道府県が関東では多いですけれども、栃木県は休校となって、改めて150年を節目に来年度以降休校にしていくようなお考えなどは、もしくは知事のなぜ休校にしないのかと、その辺のお考えを改めて聞かせていただければと思います。はい、都道府県民の日を休校にするというのは、関東6都県かなしかやっていない、全国47都道府県の中で。その原因はおそらく東京都が昭和30年代に都民の日を学校休業にしたことが、周辺の県に
伝播したんではないかというふうに思っています。関東で休みにしてないのは栃木県と神奈川県だっけ、あとは全部休みになっているはずです。それは何が問題かと言いますと、まあ、私もその前の知事もその前の知事もですね、ずっと休日に休業にはしていません、休校にはしていません。皆さんの保護者の企業あるいは事業所が一緒に休みにしてくれるのであればそれは価値があると思いますけれども、子どもだけが休みで、両親はお仕事と、これでは全く意味をなさないと思います。それよりも学校で県民の日150、今年はまあ150年ですので、その歴史を、ふるさとの歴史を学ぶということの方がはるかに価値があると。でつきましては、我々の時代はそもそも県民の日がなかったね、小中学校の頃は県民の日なかったんですけど、昭和50年代か60年の頃できてますので、県民の日で栃木県について学んできていないということが あったんじゃないかと。ついてはデジタル教材も作りまして、小中高等学校ごとにふるさとの歴史であるとか地域の偉人、ふるさとの偉人であるとか歴史とか文化とか、こういうものをこの150年の節目の年に6月15日に学ぶことで、ふるさとへの愛着度とか、あるいは自分の進路について改めて見つめてみるとかですね、そういうきっかけにぜひしていくべきだということで、教育委員会取材してもらいたいと思うんですけども、デジタル教材がいいのができているようですので、今年はそれを使って子どもたちには栃木を大いに学んでほしい、そして誇りを持って生活できる大人になってほしいというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。もう一問お願いしたいんですが、愛知県が今年度から昨年150年だったようなんですけど、本年度から県民の日を休みに、学校を休みにするようにしたようでして、で知事も懸念されていた学校だけ休みで仕事が、そのままじゃ意味がないというところで、学校の休日を1週間どこでも選べるようにして、でそこの日に保護者が有給休暇を取得できるように経済団体に働きかけているようなんですが、もうそういった形だったら知事の懸念も解消できるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。経済界の皆さんと情報交換をしながら休みを寄せるという、企業と一緒に学校も休むという、そういうことで家族の団らんの場を、時間を増やしていくという生活のスタイルもこれからはあっていいというふうに思います。しかし我々だけではこれは成功しないので、事業者側、作業界とも連携を図る必要があると思いますので、懇談の機会などで今の話についても議論をしてみたいというふうに思います。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、今度は柴田さん。せっかく先ほどご指名いただきましたので質問させていただきます。牛乳月間のことでお願いしたいんですが、私の記憶に間違いなければなんか遠い昔の話なんですが、知事室に来るお客さんに、牛乳を出してたっていうことがあったような記憶があるんですが、牛乳、消費拡大特に必要だと先ほどおっしゃいましたけど、県庁としてそういうような独自の PR といいますか、知事室で お茶と一緒に牛乳を出すのも面白いなと思いますし、県庁の食堂の中で、例えばメニューに加えるとか、そういうようなお考えというのはありますでしょうか。知事室、副知事室に来たお客さんだけ牛乳が飲めるっていうのも、一般県民の方からすれば
納得いかない人もおそらくあるのではないかと。でそもそも渡辺文夫知事時代に、まあ、そういうことがあって私も議員として知事室訪ねたときには牛乳をご馳走になりました。まあ、それはその当時、政策効果があったと思いますが、今あえてそれをやることが最もベストな選択かというと決してそういうふうには思えない。まあ、各課ごとに予算の執行については節約に節約を重ねて乾いた雑巾を絞っているような状態ですので、なかなかそれを復活させるのは難しいだろうと。しかし、ご提案ありました食堂のメニューの中に乳味からも含めまして、生協ですね、生協乳味からこういったところで牛乳という、乳味からはミルクアッかな、牛乳、まあ牛乳だね、コップの牛乳だね、まあ、そういうメニューを作ってもらうことについては面白いなというふうに思いますし、果実、おいでになった青年女性会議の皆さん方には8のつく日がおにぎりの日、米の消費拡大の日になってますので、それらと合わせながら牛乳の日なんていうものを月の中で、もう県庁の中でですね設けていくことも一つの考え方としてあるかなというふうに思いますので、県庁内あるいは県庁周辺での消費拡大策、そしてまた県民へのお願いできるもの、これらを改めて、検討したいというふうに思います。他にいかがでしょうか。いや、このあたりでよろしいでしょうか。では以上をもちまして知事記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。